花火大会スタートまでいよいよあと少しだね。ワクワクしてじっとしていられないよ。蘭丸先輩、もっと綺麗に見えそうな場所を探しに行く？気持ちはわかるが少しは落ち着け。そんなにキョロキョロしてたら花火も見逃すぞ。ファンの奴らに臨場感は届けられるかもしれねえが。そうだよ、みんなと一緒に見られるって思うからより楽しみなんだよね。お腹も空かせてきたし、後で絶対屋台の方にも行きたい。当たり前だ。祭りの醍醐味を伝えなきゃ夏男じゃねえよな。つうか、さっきから腹が鳴る音が聞こえると思ったらお前のか。よし、勝負しようぜ音や。時間の許す限り片っ端から回る。花火大会らしいメニューで夏らしさも満開になるだろう。先に全制覇した方の勝ちだ。こういう花火はガキの頃じゃなきゃそんなに遊ぶ機会もねえし、お前を誘えてよかった。どれでも先に好きなやつを選んでいいぜ。え？なんかお前らしいな。じゃ、俺はこっちにするか。一番派手に燃えそうなやつ。行くぞ。よし、思った通り。こいつはクールだ。こういうのは思い切りやらねえと。そらよ。すげえな。お前のも綺麗だ。ああ、先に火が消えちまったか。俺の火種を分けてやるから、こっちに来いよ。当たると危ねえから、気をつけてな。よし、着いたぜ。お揃いのやつだ。次は、二人でダイナミックに文字を書いてみるか。もちろん、ロック。これで決まりだ。手持ち花火もいいが、夜空に豪快に打ち上げられる花火は最高だな。一瞬で花開いては、輝きが待って消えていく。力強さと潔さに、胸が震えるぜ。あ？暑いか？俺も仰いでやるよ。ほら。もうすぐ夏は終わりって言っても、まだ快適ってわけにはいかねえな。ま、それも思い出か。お、今のはとびきりでかい花火だったな。ちゃんと見てたって。そんなにはしゃいで子供かよ。お前の目にも花火が映ってる。嘘じゃねえ。俺からはよくわかんだよ。顔を近づけて、そっと覗き込めば、もっと、綺麗に見えるかもな。いや、なんでもねえ。今はまだ、花火に夢中でいい。一瞬の光に彩られるお前を見ておくことにする。続きは、また後でな。